こんばんは。知らないうちに10時1分になっててごめんなさい。1分過ぎちゃった。こんばんは。朝ぶりの方もいらっしゃいますし、今日は初めましての人もいますね。ありがとう、来てくれて。こんばんは。鼻が待ち遠しい。今日はみんなを朝早く起こしてしまったので、みんなを朝早くから起こしてしまったので、そんなに長くはやらないつもりなんですけど、どう？もしかしたら喋りのエンジンが入ったらずっとやっちゃうかもしれない。そこはご了承ください。通知が来て驚いた。そう、みんなにめちゃめちゃ言われて、朝メールの返信を読んでたら、なんか朝起きたら通知が来ていてびっくりしました。見れなかったみたいな方が結構いらっしゃって、ごめんねって。めっちゃ夜中に入れたからさ、夜中に早朝の配信の予約を入れるっていうさ、あの夜更かししてた人にしかわからない通知を入れちゃったからね。でも全然そんな、なんかあの見れなかったって悲しまないで。いやー、なんかもうさ、あ、今日ゆうはの配信ちょうど見れたラッキーって思ってもらえるくらい、なんか気軽に来てほしいからね。配信予約が入ってるのを見つけた時も驚きましたからね。そうですよね、そうですよね。5時半って思ったよね。5時半合ってる？17時半の間違いじゃないかなとかきっと思ったと思うけど、全然朝5時半でした。見られたのに見逃すのは辛い。そうだよね、わかる。気持ち的にはめっちゃわかる。ゆうはもよく やってた。あ、今見れるのに見れなかったみたいな。あった。5時半嘘でしょって思った。またゆうはの騙しに引っかかってる。騙したわけじゃないけどね。全然5時半嘘じゃなかった。あ、そう、三角と丸さんのカレー食べたの。そうなの、今日ね、そうお仕事終わりに三角と丸さんでカレーを食べました。初めて、初カレー、超美味しかった。そう、なんかさ、ファンの方がなんか辛さが良かったみたいな、辛みがいい感じに効いてて美味しかったみたいな声を見たから、辛いのかなって思ったんだけど、あまり辛いなとは思わなかった。そう、辛さを心配しててね。めっちゃ美味しかったです。
じゃがいももしっとりとして、そうじゃがいももね上に乗っててね、しかもなんていうのスプーンでこうさほぐせるじゃがいも、ほぐせるじゃがいも、なんて言ったらいいかな、じゃがいも、そうそう、なんかさ結構じゃがいもって硬いじゃがいもとかあるじゃん、だけど全然スプーンでこうすくったらご飯と一緒にすくえるくらいだったから食べやすかったですね。美味しかった、また食べたい。食べ応えもあるよね、そう食べ応えもありますよね、結構なんか天使さん NTT と間違えて挨拶し損ねたんです。そうなの、めっちゃ可愛かったです天使さんで、なんかそうご挨拶したいくてマネージャーさんが店員さんに声をかけてくださって、でその従業員の方が天使さんを呼んでくださってたんだけど、 NGT さんじゃなくて NGT が多分 NTT に聞こえたのか、聞こえたのか、もしかしたらまあまあ分かんないけど NTT さんが来てますって伝わったみたいで、そうなんか名刺だけいただいておきましょうかみたいなことを言って、うーんなんかほんほんって思ってて、でまあ普通にご飯食べてたんですけど、そうご飯食べてたら、店主さんが来てくださって、すいません NTT さんだと思ってました、で全然美味しかったですって、面白かわいい、面白かわいいエピソードでした。そうそう、なんかね X につぶやいてたみたいですね。でも本当に美味しかったカレーだから絶対みんな食べてほしい、公演の日、そう公演の日に販売してるので、ぜひ公演の日に、公演に来た時に食べてください。なんか言おうと思ったんだけど忘れちゃった。何だったっけな。うん。そうでも違反のフードコート制覇したいんだよね。結構食べたよっていう方いらっしゃる、嬉しい。でも本当に美味しかったから全人類に食べてほしい。混ぜそばも気になる、そうあのねお隣に混ぜそば種屋さんっていうお店があって、そこも気になる。でもやっぱりねいつもねあそこに行くと三角と丸さんに行っちゃうんだよね、引きずり込まれちゃう、引きずり込まれちゃう、吸い込まれちゃうの。なんかじゃあ今日はスープを、スープのお店も隣にあるんだけど、じゃあ今日はスープを飲もうって飲もうかなって決めてても、やっぱりおにぎり食べたいなって思っておにぎり行っちゃった。でも気になるんだよね混ぜそばはね、
そう、美味しいよね、本当に美味しい。三角と丸さんね、そう、親子丼が美味しいって、そうらしい、今日レイナさんから聞きました。親子丼がめっちゃ美味しいだって。でも多分ね、何食べても美味しいと思うんだよ。なんかステーキ定食みたいなやつもあって、それが個人的にめっちゃ気になってるんだけど、絶対にどれを食べても美味しい、それはもう間違いない。あとユハ、今日までっていうか、そう、今日知ったの、なんかあのおにぎりショーケースの中に入ってるものしかその日は販売してないと思ってたのに、あれなんだね、ノーマル、なんていうの、ノーマルおにぎり、なんかその日替わりって書いてないやつは毎日あるんだね、知らなくて。それを今までずっとあのショーケースの中に入ってあるなんかしかないと思ってたんだけど、普通に鮭だけのやつとか、あ、そう、クラシック系、それです、レギュラーの割とシンプルめの味の海苔巻いてあるやつ、そう、それがいつも食べれること全然知らなくてびっくりした。だから今度食べようって思いました。具材が大きいやつ、多分具材が大きいやつはあれだよね、はそれは日替わりなんじゃない、NGT の創作ものはユハタンの言う通りでした。え、さっきの話ってこと？言う通りですよ。ユハちゃんおにぎり作ったことある？あります。あるよ。ついこの前も作った。あの農業の後に収穫祭をやった。時娘握りました。でも暑すぎて握れなかった。おにぎりはいつもだいたいおばあちゃんが握ってくれるイメージ、おばあちゃん何でもかんでもおにぎりにしちゃう。三角にできるのかな、そんなユーハが三角にできないとでも思っているのか。ユーハはもう三角くらいできるよ、安心して。おにぎりの具はよく何入れる、なんだろうね、たらこか昆布。おばあちゃんが何でもかんでもおにぎりにするはちょっとユハの言葉が悪い。おばあちゃんはご飯をおにぎりにしがち。お茶碗で食べればいいご飯をおにぎりにしがち。優しさおにぎりにしてくれるの。ゆはちゃんって意外としっかりさんじゃないのかな。実はね、しっかりしてる。じゃあみんなに聞くよ、ゆはしっかりしてると思いますか。もちろんしっかりしている。しっかりしてるところもある。はいって言わされてますね。しっかりしているけどね、見た目はものすごくしっかりさんに見えるけど
ねえ、けど、けど、しっかりしてほしいとは心でも思ってしっかりしてほしいのか。しっかりしてるけどね。ファンには見えないけど実はしっかりしてるのかなって感じ。ああ、ちゃんとしっかりしてる部分もあると思うんで。あるけど、なんていうの、素の見せる、みんなに見せる表情はちゃんとだと思うんだ。あれ、これってしっかりしてるって言う、してないことになってるな、自分でそう言ってる。まあ見かけによらずですね。見かけによらず、どちらかはもうお任せします。しっかりしてるように見えてる。作ってる？作ってないよ。本当にこれ素、素すぎて今悩んでるもん。素でいいのかなって思って、これでいいかってなってるけど、そんくらい何も作ってないですね。ちょっと作った方がいいんじゃないって思うくらい。これから時間をかけて判断しましょう。ぜひぜひぜひいっぱい見ててください。ユーハがしっかりしているのかしっかりしていないのか。今のままが一番で、ありがとう。あ、しっかりよということでした。なるほどね。しっかりを作ってる、しっかりは作れないかな。あのふとした時に出ますきっと。実際はしっかりしてて、でも隙を見せるくらいがちょうどいい。じゃあそういうことでじゃあそういうことでお願いします。待って、給水、給水。テロップつけてないな。でも特に何も考えてないな。エンジンはかかってきた？かかってきたかも。おしゃべり会待ってるね、テロップにしました。おしゃべり会お待ちしてます。10月29のオンラインが今日が最後じゃない、明日が受付最後なので、みんな会いに来てね。待ってるよ。オンラインもオフラインも待ってます。
ぱい話そう。初めての人も話そうね。いっぱいいろんな話をしたい。フェスとかも、フェス関連も結構さ、人段落なんかついたような気がするし、ね、なんかしょうもない話もしたいしね。結構そういう雑談、意味ない話みたいな話も楽しいし、めっちゃ熱い話もしたいし、意味ない話じゃないね、たわいもない話っていう話。意味ない話はないわ。あの中身がない話、例えばじゃあなんだろう、今日朝ごはん何食べたとかでも気になる。楽しいじゃん。意味のない話って面白いよね。わかる、めっちゃ面白い。一番好きかも。一番好きかも。それもまたなんか違うけど結構好き。配信見てればなんとなくわかると思うけど、多分意味ない話結構好き。意味ない話で爆笑し合えるのとかすごい幸せだなって思って。楽しいお話たくさんしたいね。ね、楽しいお話たくさんしましょう。オンラインであっち向いてほいとかやったことある？ないないない、それはないな。オンラインはなんだろう、オンラインは割と普通にお話ししたり、あとオンラインはさ、そのいろいろ見せてくれるじゃん。見せてくれるじゃん、見せてもらえるじゃん。あのみんなが後ろにグッズとか用意してくれたりとかさ、あのこれ当たったよとか、これ買ったよとか見せてくれるからすごい嬉しいなって思うし、やっぱオンラインのいいところはどこからでも参加できること、どこからでもいつでも、そうそうそう、そういうことができる。そう、オフラインもいいけどやっぱオンラインはそこがいいよね。いつでもどこでも、いつでもどこでも誰といてもできる、その一緒にいる人さえ許可を取れば。北海道から沖縄まで、そうね、海外からもできるしね。一番びっくりした参加場所は、なんだろうな、一番びっくりした場所、最近だと体育館かな。めっちゃ、うん、さまざま、人それぞれで、お家からの人もいるし、車の中からもいる、車の中、お家から、あとなんかお外のなんていうの、綺麗な海とか、あと角田浜からとかもあったし、あとなんだろう、今日その MV の撮影地とかに行ってくれて、その景色見せてくださったりとか、そうそう、本当にどこからでもあるよね。本当にそれもだから人それぞれ、みんな皆さんのライフスタイルに合わせて、ね、だからオンラインはめっちゃ気軽に来れるから、あのオフラインちょっとな怖いなとか、怖いなっていうか、ちょっとまだオンライン
オフライン間違えたちょっとオフラインはなって思ってたり、なんかちょっと喋ってみたいって思ったらオンラインの方が気軽に来れるかも。遠い方とかね、今見てるユーハのこと知らないく知らないまま見てるオンラインの方じゃないもん、なんかわけわかんないけど、そうあんまりユーハのことを知らないよっていう方もぜひオンライン1枚からでも結構長めに話せるかな、オンラインだからぜひ気軽に申し込んでくれたら嬉しいですオンラインがドキドキ、オンラインドキドキするよね。わかる。気楽にお試ししやすいということですね。そういうことです。スイってついてるけどね待ってる間のチャットが盛り上がったことがないでもあのチャットってなかなかさ、なかなか盛り上がらないと思うんだよね。イハファンの頃チャット参加しなかったけど見てたけど、それでもあんまりチャットが始まってる場面に遭遇することなかった。あのチャットはどう使うのが正解なんだろう。どう思う？一人でワクワクを抑えられないからみんなに話してみようみたいな感じかな。チャットで挨拶必須のメンバー見た。そうなの？ほぼほぼ反応してもらえない？嘘。反応してあげて。みんな でもどうなんだろう、待ち時間があんまりないのかな。ある？何話そうか自分のことでいっぱい。わかる、それもあるよね。いやもう身だしなみ整えるのに必死だっていつも。そわ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 って思うね。あー何話そうかなとかめっちゃ考えてた。一人で長く話している人がいるとすごいなって思って見てる。あ、わかる、その気持ちも。そう、イーハもそうだった。あ、すごい、すごく長い人がいるなって思って待ってた。もうあんまり緊張しない。おー、それもいいことだ。嬉しい。でも緊張してくれるのも嬉しいし、緊張しないのも嬉しい。うん、何でも嬉しい。名札はつけてた方がいい。名札はね、まあでもつけててくれた方が覚える、すぐ覚えるし、なんて言うんだろう、ショールームでコメントしてくださってる方とかで初めてユーハに会いに来てくれるよとかだと名札ついてたらすぐ一致できるからありがたい。ユーハちゃんとおしゃべりしたい、どうする？来るしかない、会いに来てよね。
そうそう、オフラインは名札があった方がいいね。オンラインはそう、あの登録した名前がユハにも見えるから、お名前そこに書いてくれればわかるし、逆にその名前の後とかになんかメッセージ、この話したいとかつけてくれればその話すぐ入れるしって感じかな。嘘の名札つけていって見抜いてほしい。それはでももう見抜けるから大丈夫。見抜ける、割とみんなのこともおいは覚えてるよ。割とっていうかもう多分ここに来てくれてて、あのオフラインとかオンラインでお名前聞いたことある方は、みんな覚えてるよ。でもそう、たまにその劇場にいつも来てくれてるけどこの方お名前わからないとか、いつも会いに来てくれてるけどわからないっていう方がね、めちゃめちゃごく稀にいらっしゃる。なんか気になるんだけど、気になるから会いに来てよね、みんな。覚えられてないんだろうな。覚えてるよ、本当に覚えてますわよ。覚えてますわよ。そう、覚えてるよ。名乗らない人も結構いる。あ、そうそうそう、ユハが聞かなきゃ。そう、名前でもね、確かに自分からあんまり名前も言えないよっていう方もいると思うし、ね、だからユハは名前教えてもらえなかったら最後に名前聞く、名前なんて言うのって言って聞くけど、聞くけど聞いていいのかなって思いながら聞いて、でも聞いてもいいか。名乗るまでもない、ただの通りすがりさ。そんなかっこいいこと言われたらちょっと、お、また来てねって感じ。バレるのかな。何、なんでバレたくないの、正体が。いいじゃない、ユーハにバレて姿を見たいな。確かにバレるといろいろね、いろいろね、わら、何いろいろって隠し事でもありますかね。こんにちは。覚えられてるかっていうより自分に興味を持ってくれてることが嬉しいんだよね。なるほどね、でもそうだよね。オンラインのない時代は名乗らない派でした。おお、なるほどね。そっか、オンラインが始まって必然的に名乗らなければみたいになっちゃった。他のメンバー推しの方もウェルカムですね。そう、ユハさ、他のメンバー推しの方の顔も割とみんな覚えている。公演によく来てくださってる方は、だから一回来てほしいな。推しにしか名前言ってないん
だよねって言ってた時期もありました。そうなのね、そういう方もいらっしゃる。なるほど。オフライン名前呼んでくれて嬉しかった。そう、嬉しかった。夕飯も来てくれて、すぐショールームいっぱい来てくれてたからね、すぐ分かった。そう、本当にショールームって覚えてる。オフラインで隣のレーンの人にも名前呼んであげるといいよ、喜んでくれ。呼んじゃおっかな。でもさ、ゆうはさ、なんで多分名前をね名乗ってない人、ゆうはに名前を名乗ったことない人の名前を知っていることが少々あるのね。別に何をしてるわけでもないんだけど、なんか知らないうちに知っちゃってるんだけど、そう、そういう方をさいきなり名前で呼ぶのさ、怖くない？怖いよね。怖いかなって思って躊躇して。なっちゃん経由とか、いやそんなこともない。怖い怖い怖い、それなおさら怖い。なんでわかるんかな、なんでだろう、なんかわかる。呼んじゃおっかな。お見送りとかで名前言ってくれる。あ、そうそうそう、隣のメンバーとかが名前言ってると、あ、この人がこの人ね。エゴサするよ、エゴサしてるよ。こんばんは。そう、なんかね、あとなんか本当に自分のただの勘、ただの勘でなんとかさんですかって言ってる自分もちょっと怖いけどね。でもなんかそのメールの返信と配信のコメントと、あと公園に来てくれてる、なんて言うんだろう、公園に来てくれてるけどまだ名前を知らない、だけどメールでは返信くれる、そのまだ顔と名前が一致してない方に、この前なんとかさんですかって聞いたら当たりました。だからなんて言うんだろう、多分こうさ記憶を組み合わせてるんだ。メール送った？まだです。あ、もう、え、もう11時になるのか。外れたこともある？いや外れたことないかな。でもそんなにちょっとリスク、これはリスクがありすぎて、リスクがありすぎてまだ 2,3 人にしか聞いたことないけど、そう、すごいすっきりする、その瞬間パズルが完成したぞっていう感じになる。嬉しい、会いに来てくれて。
と待ってね。オッケー。可能性高い人にしかできない。そうそうなの。まるまるさんですよねって違うな言われたことでもまあ混ざっちゃうよね。最近おしゃべり会行けてないけど忘れられてないか来月不安です。もちろん覚えてる、もちろん覚えてるに決まってるでしょ。そんな大丈夫だよ。ゆはちゃん入ってるもの何かも当てられるし、見て名前も分かるとかすごい能力じゃない。なんかすごいさ超能力使えてる人みたいになっちゃってるけど、なんかガチャもそうだよね。ガチャもこれが出るって言って当たってる。女の子のファンとかは当てやすそう。あ、そう、女の子のファンは本当に本当にすぐ分かった。この間何人か来てくださったんだけど、すぐ一致した。そのショールームとかもコメントしてくれてたから、それでね分かった。嬉しい。ゆはのファンは男女比、どうだろう。分かんない。その割れない、何対何にできない、あの人数なんて言うんだろう、比率が分からない。いつかは内緒だけどフライ申し込んできた、ありがとう、待ってるね。ミカさんのファンの方、ああそうですよね、女性の方多かったからね。今アンケート取ってみる？撮ってみる？いいよ。撮ってこれもまた今日の朝みたいになるか。まあいいや。その男女比はまあまあ置いといて。でもそう、男女ね関係なく。関係なく好きになってくださった方、好きになってくださったら嬉しいなって思う。コメントしてないけど見てる人いるだろうからね。ね、そうであってほしいな。そう、でも意外なところから、なんだろう、全然 NGT のことを知らないそうな方とかがたまにあのなんか投稿してくれてたりして、すごいびっくりし、嬉しい。もうなんか顔が好きでも声が好きとか、なんかパフォーマンスが好きとか何でもいいからね、ちょっとでも
気になってもらえたらいいなって思うな。だからユーハはね、自分をもっとねアピールしなきゃいけないんですよ。それを今自分の中で戦ってます、それと。フェスでもファン増えたかな。あ、でもフェスで見て気になりましたって言って来てくださった方もいらっしゃる。嬉しいよね。もうどっからも嬉しい。顔が好きでも嫌じゃない。え、全然嫌じゃない。顔が好きでも嬉しい。顔が好きからいっぱい、なんかそっからいろんなユーハを見てくれたら嬉しい、一番嬉しいなって思うけど、もっといろんな方に知ってもらいたいね。頑張らないと。ポキちゃんがいつもユーハは可愛い可愛いってそう、嬉しいよね。ユーナはいつもユーハのことをさ、可愛いね、今日も赤ちゃんみたいだね今日もって言ってくれる。うん、ありがとう、赤ちゃんじゃないけどねって言ってそう、ユーナはめっちゃ可愛がってくれる。でも全然ユーハ、ユーナにそうなんかさ、ユーナにっていうか誰にもだけど、なんかそう甘えたりとかしないんだよ。しないのにそうやって何を見てそんなこと言ってるんだろう。ユーナは顔から入って顔以外の魅力知ってるのは嬉しい。それ嬉しい。沼でなんでこれしたんだろう。沼ポーズじゃない。嬉しい。イハが気になって声入ったら見事に沼りました。ありがたいです、嬉しい。最近いろんな人にゆはちゃん紹介してます、ありがとね。ファンに甘えてみるのはいかがですか。そう、甘えたいんですよね。甘えたいんですよねって言って甘えるものでもないと思うけど、甘えたいよね。わかるわかる。そうなんだよそうなんだよ。本当にさ、やだ本当に自分が嫌だ。甘えて、みんな優しすぎる。甘える、それは甘えるって言ってるけど、でもそう、甘え方が本当に分かんない。本当に分かんないってみんなに言うのも違うと思うけどね、本当に分かんなくてこれがもはやもう甘え、みんなへのなんかね、そう、生きてきた中で本当に甘えてきたことがなくて、なんかショールームとお話し会と違う、何、どう違う、どう違う。長男長女あるある、そうだね、長男長女あるあるだと思う。これはだし、親にもそんな甘えてこなかったから、
親、うん、だから今甘え方をアイドルになって学ぼうと思って学んでます。だからもしかしたら1ヶ月後ぐらいにはもうなんか助けてって言ってるかもしれない、ずっと。それはないかな。メール大丈夫はないです。メール送るね。1ヶ月後何があったってね、本当に。じゃあ何だってもうさ、おかしいじゃん今のさ。甘える、1ヶ月後の甘えるの例えがあれじゃあさ、もう今のゆうはんの頭の中に甘えるっていう何これがないわけで、甘える甘えるの脳がないってことだ。なんか悲しくなってきちゃった。うん、悲しいなそれは。だいたい助けてって甘えか、いや分かんなかった、あの甘えるって分かんなかった。助けてって甘えじゃない、それは助けては救助だもんね。救助を求めてるからね、甘えじゃない。あざといも違う、そうだよね。もう何なんだろう。それはヘルプミー、そう、あの、あの甘えるって何？あ、ヘルプミーだよね。甘えるってでもヘルプミーじゃない？違うか、違いますよね。あ、お願いする、なるほど。ちょっと待って、ちょっと待って、もうちょっとでメールが書き終わります。
やばい、頑張れ。おやすみ。メールの文が消えた。怖い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 。待って、やだ、あと1分。タイムアウト。送った。今日はもう誤字してない限り大丈夫だと思う。おう、割と時間余裕持って書き始めたのにね。53分くらいから書いてたよ。ああ、みんなメールの心配をしてくれてありがとう。完全なる深夜テンションみたいな配信テンションでメール書いたので笑ってください。前回は結局写真が重かったのかな。そう、そうだったみたい。やっぱりそうなの、ごめんね。はい、写真が重くて送れなかったっぽいです。ゆはちゃんに深夜テンションとかあるの？あるよね、あるよね。ゆは割となんかこの遅い時間の配信してる時でなんか調子乗り始めるといいいいテンションになるよ。かかんない。あれ、いつも同じペースみたいだけど。そうだよね。ゆは、まあ確かにそんなにいきなりなんかウェイウェイってなる感じではない。うん、なそうね、テンションがいってかも。それも良くない。今度甘いメール送ってください。送ろっかな、送らない、わかんないな。いつかね、送ります。前送ってたな、最近送ってないな。楽しみにしててください。登録して待っててください。チャットも見てほしい。ゆはチャット本当にチャットの方がなんか気軽にすぐポンって送れるから最速で情報が届くかも。チャットは今日も意味わかんないこと送っちゃった。今甘えっぽかった？これが甘え？
マイメール内容スタッフさん、え、そうね、そこ考えたらもうでも何もできないからね、そこはもう考えない。ダジャレとかも、ダジャレとかも最近あんまり言わないけど、最近ダジャレを言うブーム去りかけてるからあんまり言わないけど、なんて言うんだろう、本当にユーハの小言が聞ける。これどこかにつけた、小言っていうかな、小言な、何小言って言わない、つぶやき、あ、そうそう、小言って言わないか、はそんな言葉はない、確かに言ったけどそんな言葉ないかも。あ、違う意味になっちゃう、小言怒られてる、そういうこと、全然違う、それはなんか本当にあの些細なことです。あ、小言ってそうなんだね、説教、あー全然違うわ。あー、やばいやばいやばい、よかった今日学べて。小言は言ってないです。え、うん、今日送ったチャットは自分がなんだろう、分かんない、なんか本当にその時に感じたその時のこと言ってる。ゆはちゃんこんばんは、17日の公演東京から見に行きます、うちはペンライト持ってくね、ありがとう、嬉しいよ、水色をぜひ振ってください、待ってるね。何時だ、11時か、そんなに長くしないって言ったけどしっかりもう30分、1時間、もう1時間経ったのか、知らなかったな、みんな今日早く起きてくれたもんね、早く寝た方がいいよね。メール来たら終わり、あ、じゃあそうしようかな。あ、今日のラーメン部まるまる部になるとか楽しみ、今日のメールじゃなくて今日のラーメン部、そう、今日もラーメン部が夜中にあるんですけど、今日はユーハの運動できっぷりが見れると思いますのでぜひ見てください。 YouTube でもその放送の後すぐアップされるので、ユーハの運動神経抜群な様子をいっぱい見てください
お楽しみに。ナイスショットしたからね。写真では様になってるんだけどね。そう、あのね、なんかね、結構運動できるように見られがちなんだけど、マジで運動できない。今ラーメン部のそのツイートを見てる。めっちゃできそうな写真だ。いやね、そう、結構ラーメン部で運動をさせてもらってるんだけど、運動させてもらって毎回そのラケットとかものなんていうの、道具と写真撮ってるけど、自分的にもあ運動できそうだなって思うの。やっぱポニーテールしてるからかな、思うんだけどね。まあね、実際のところは見てください。ぜひ見たら感想を話しましょう。でもいや、運動全部やってんじゃない、もしかしたら。前の空振り湯葉可愛かったありがとう。空振り湯葉はななみさんの X で見れますので、ぜひ。さすがに止まってるボールならだよね、そう思うよね。いけるいける、パターゴルフくらいできると思うって思いながら見てってください。スケボーすれば、スケボーやったらいいは、多分やばそう。一回転して転びそう、つるんって。また人狙ったの？拾ってない人狙ってはないです。丸いものが苦手、あ、そうだね、球技が苦手です。完全にあの運動神経抜群なとこ見といてくださいとか言ったけど、球技ができない、本当に球技ができない。ちょっと待ってね、
メール来ない？なんでだろう。いや多分もうそろそろ届くと思うんだよね。17分に届きます。じゃあ予言あと3分。来るかな。おお、何、あ、おおって何、宣言、メール来たわけじゃない、ユーハが宣言したあれかしたよっていうのに、おおか。当たりますように。来ない？もう10、あと2分で来るよ。もつ鍋メールは来たけどゆはちゃんの届いてない。まだ来てないの？これは17分に届かないな、絶対に。17分に届かないどころか届くかな。届いて、お願いだから。なんで引っかかる？でもまあみんなと一緒に見れるからいいか。来るかな。17、あ、もうダメだ、予想は外れました。17分か18分になっちゃった。配信続くならメール来なくてもいいそうだよね、全然ユーハも全然ずっと話せる。今更なんだけどね、実はね、前髪切ったんだ。ユーハちゃんのマークはこれでいいの？鳥の羽違う。あ、鳥の羽はちょっと嫌だかもしれないので妖精みたいなのにして、妖精みたいなのか天使の羽にしてくれると嬉しいな。
なの、今更すぎるよね。知ってた？そう、前髪切ったんだ。結構パッツンにしたし、広げた、幅を広げました。いい感じ？嬉しい。なんか嬉しい、ありがとう、みんな言ってよかった。仕留められなかった結構なんか動き鈍かったんだけどな。こうやってさ、こうやって見るとさ、これをやるたんびにトトロがフラッシュバックする。絶対潰せなさそう。そんなことない。すすあたり、何それ、真っ黒クロスケじゃないの？土曜日のテレビのお知らせ、お、そうだね、そう、めっちゃ突然なんだけど、土曜日の朝丸取りアップさんに出演させていただきます。久しぶり、12月ぶりかな、ほぼ1年ぶりです。嬉しい、頑張ります。なのでぜひ見てくださったら嬉しいです。頑張ります。録画ありがとう、録画してくれて。そう、生放送なんだよ、生放送ね、緊張する。あー、そうなんだよね、県外の方がね見れないよね。なんか気持ちだけ応援して、心の中で応援しててください。まあ乾燥してきた。気持ちは新潟に、そう、気持ちは新潟に、新潟に目だけ置いて。そうしてください。ねえ、メールってなんでみんな本当に届いてない？みんなでさ、また仕組んでるとかじゃないよね。届いても言わないにしよう。丸取り衣装も楽しみ。そうだね、何の衣装だろう。この間は冬なのに、あの渡り鳥のこのタンクトップの羽の衣装でちょっと寒かったなっていう結果があり
でもさ、大体この時間まで来なかったら来ない。部長の届いたので次かと。あ、じゃあそういうことで。あ、またいる。まだ可能性はある時間あるよね。チュンの18分、なんかやばいかも。もう20分付近にみんな届いてる。まあまあ全然届かなかったら12時まで配信しているので。最近12時半に来たよ。あ、なんかそうみたいだね。髪この長さにしたいかも。切るの？いや、切らない。切らないけど、この長さいいなって思った。うん、これいいかも。このくらい、割と長いか。でもね、ボブってキャラじゃないんだよね。なんかよくわかんない。これはちょっと短いか。このくらい、一番跳ねそうだけどこのくらいがいい。めっちゃこのなんか外跳ねしてるみたい。切りたいね、ボブね。でもやっぱポニーがしたいからな。そう、ボブにしたらもうポニーができないんだよ。それは無理。でもこのくらい短くしようと思ったこともある。っていうかボブにしたことはある。でもポニーがいい。やっぱり今ポニーがいいよね。わかるよ、ポニーがいいよね。だってリボンつけれなくなっちゃうし、リボンつけたいから。いつかやろう。いつかなんちゃってボブで出れないかな、公園とか。この長さだったらいけそうじゃない？止めてもらった。多分無理。じゃあおしゃべり会の時にウィッグだね。おしゃべり会とかできない。いや、多分できると思う。だってちょちょってやれば。でもこれやると違う。
なんか違う。そう、絶対切ったらこうなるから。絶対に切ったら切ったでなんか違うってなるから切らない。少々お待ちくださいね。後ろから見られたらやばいやつ。そうそうそう、トリックがバレちゃう。メール届くかな。色がついたウィッグもあり。何色がいいの？何色がいいですか？メール届かない時は朝に来るの？それともキャンセル？それはね、自分で決断を下します。イハはもう一回送っちゃう。朝おはようと一緒に昨日のお休み送るねって言って。おめでとうございます。よかった、みんなに届いて。来てしまったね。来ちゃったね。ちょっと待ってね。みんな来たの嬉しいけどちょっと残念な気持ち。そうそう、そういうお仕事だったんですよ。みんな残念がって寂しいよね。あ、そう、今日はもうリスクを避けようと思って写真を諦めてしまいました。みんなに届けの方が優先だから絶対止まらないと思ったの。だから信じてた。これは届かないやつって言われても絶対大丈夫って思ってた。心の中で。もうだから逆にそれで引っかかってたらマジでなんでだろうなって今考えてた。
5時でも止まる、そう5時でもね止まっちゃうことある。アプリ版はまだです、楽しみに。じゃあアプリの方が届いたらどんくらいあれなんだろう、どのくらい差があるんだろうね。アプリが届いたら終わろうかな。あ、アプリ版も来た？残念なご報告。残念、残念だね。でもメール来て嬉しいでしょ？でも35分か。うーん。朝配信またするの？明日はしないです。明日はみんなゆっくり寝てください。お仕事だと思うけど、5時半には起きなくていいよ。でも眠いと思うからやっぱやめようかな。40分にやめようかな。なんかラップ調、嘘ラップ調だった、全然分かんなかった。早朝から夜までお疲れ様でした。いや、みんなもだよ、みんなもいっぱいね、お仕事してる。ラーメン部リアタイできないか。ああ、そっか。ゆはは結局その時間くらいまで起きてそうだけど、いや、みんなみんなは休んでほしいから。ラーメン部はまあもし寝ちゃったら YouTube で見てね。何分にやめるって言ったっけ、40分にやめるって言ったっけ。あと2分しかなかった。よいしょ、じゃあ壇上読みますね。13位あつこさん、ありがとうございます。12位とうかさん、ありがとうございます。11位たむちゃんさん、ありがとうございます。10位わたるちさん、ありがとうございます。9位ひかりさん、ありがとうございます。8位かずっちさん、ありがとうございます。7位えちごパワーさん、ありがとうございます。6位まっちんさん、ありがとうございます。5位 N さん、ありがとうございます。4位ふっちゃんさん、ありがとうございます。3位やへさん、ありがとうございます。
2位北村の定住水道橋博士さんありがとうございます。1位近藤和弘さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。あ、でもギリぴったり40分に終わる。ありがとうございました。朝早くから夜遅くまでありがとうございます。ぜひラーメン部もチェックしてくださいね。今日はポケモンをつけれるように頑張ります。またね、おやすみ。ありがとう。バイバーイ。